フルネロのコア、コアフルネロ対、LG ハーフネロ逆あ、フルネロの、ちょっとわかんねえ、フルネロの LG と、ハーフネロのコア、コアネロ。さあ1本目取ってるのはハーフネロのコアネロチーム。さあ吉野ネロが先鋒戦取ったので、ここでコアネロが勝つと優勝が決まります。さあそうならないように LG ネロは頑張ったところ。さあまず果敢に攻めるのは LG ネロ。さあ透かし逃げから、うまい、しっかりコンボをつないで投げて画面端。さあピョンキチョボスとか、さあジャンペーから一段中段からのスキステラン、これは厳しい。一気に体力3割から、さあどうする、これは攻めにくい。さあ LG ネロが、さあフルネロの強さを生かしきっている。さあ随分と体力差が出た。ここでようやく画面中央、おっとこは両足伝わらない。さあどうするのか、立ち回りが続いているが体力有利は LG ネロ。さあしかしそう、これ削り切ってるんでハーフとペホマも意味がないという。さあフルネロは赤ゲージが残りにくいですかね。おっとこれはいい距離でカラスを打った、しっかり固めて、さあここで固める。さあおっとハーフのダッシュが勝てるんですね、カラスに。さあこれは厳しい、おっとゲーゲロが、ゲーゲロが、おーっと2こすった。最後はちょっと若干グダグダだったが、まず1ラウンドだったのは LG ネロ。さあ意地を見せている。さあ2ラウンド目、ゲージはお互いほぼ体力差がないが、さあここでコアネロが優勝状態。さあ差し投げ、さあ先ほどとは逆の展開だったが、だがさあここは LG ネロ強気に切り返していく。さあ連勝立ち回りはゴービー引っ掛けてコアネロが取っていく。これあのカラーまで2回やってるんで、どっちがどっちか分からないんですよ。さあ立ち回り攻めていくのはどっちだ、あーっとダッシュが引っかかって向こうからって、さあさっきとは全く逆の状態。さあフルでこの体力はどうしようもない。さあじゃれるというのもたまにはいい。さあ1-1最終ラウンド。さあどうなる、画面端を背負っているのは LG ネロだが、さあこのゴービータイプがお互いに寄せて機能する感じかな。再開と言うか、ちょっと本人思わずびっくりするような引っ掛け方が。さあ LG ネロ体力半分いって、さあヘビ当たってコンボもらう。3割、これは苦しい展開、画面しちゃったか、あっとすごい、これは苦しい、どうする。さあ得意の必殺ステップ戦法で距離を取ろうとするが、さあまだ分かんないぞ。さあネットプレイヤーを駆使すればまだ分からない。残り40秒、この時間をフルに活用してみるか。あーさあ、まさかのシカ、勝ったのは、コアネロ吉野ネロチーム。